はい、こんにちは、川村海沙です。今日はですね、多分風なくて麺もクリーンで良さそうな感じするので、今から波チェックに行きたいと思うんですけど、サイズは多分ダウンしてて、多分またアクションロッキーサイズになってんのかな、ちょっと分かんないんですけど、昨日僕違うところでサーフィンしてて、メインボードをもうぶっ壊すっていうか、もう乗る、あの足の前足のフットマークのとこ陥没させちゃって、まあ、ちょっとそれサブチャンとかでも紹介すると思うんで、まあ後でちょっとチラッとあのそれも紹介します。まあ、とりあえず今から波チェック行ってきたいと思います。はい、今ちょっと波チェックしてきて、まあ、ロッキーができそうなんで、これからあのやっていこうと思います。で、今回持ってきた60のちょっとステップアップなんですけど、あのビーチでアクションなどで使おうと思ってた板が、なんともうフロントの足のところがもう陥没、これちょっと分かんないと思うんですけど、こう後ろが陥没前してて、ちょっと分かんないねけど、まあ後ろだけだったんですけど、今度前も陥没してもうこれはもう死亡なんで、多分止まってる人にプレゼントしようかなって感じです。これ前にここに亀裂入って直したんですけど、直してもらうとやっぱ他の場所にやっぱ負荷がかかっちゃって折れちゃうみたいなんで、この板終了です。多分総合計5回ぐらいしか乗ってないです。日本で1回、ハワイで4回で死にました。というわけで、あのもう1本だけ持ってきた板があるんですけど、ちょっと短いんで乗れるか分かんないですけど、まあ、ちょっとそれも後で紹介していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか？はい、どんな感じですか？まあ、いつもの板です。いつもの板、今日ボードいつもの板ですか？はい、いいっすね。なんか波はファンな感じそうだね。そうですね、なんかロッキーレフトも良さそうだし、うん、オブザとかもできそうだ。そうです。結構ゲームなんか持ってきましたね。結構ガリガリになってたね。はい、ちょっとその辺ジョー君のあの今練習課題であるバックサイドを、はい、みっちりやりたいですね。そうです、いい感じに。テーマはどうします？テーマはなんかバックサイド結構力んだり下に降りすぎたりすることもあるんで、まあ、そこを意識して。そうだね、その辺意識して。お、いいっすね、光が。光が。じゃあ今日もよろしくお願いします。3日連続して晴れたのね。やっと雨時刻から解放されて最高っすね。じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。逆光だ。おはようございます。おはようございます。今日は水着っすか？はい、唯一ノースでできそうなんで、水着で新しいからちょっと。あ、リップカール、はい、着てみたくて。ピンはちょっと変えてきた、はい、今日はミックの日。ミック、多分3年ぶりぐらいに使う。長さはどんぐらいですか？5.7ハーフです。普段が5.4とか5.5です。じゃあちょっとステップアップ。ちょっとステップアップ。でももうこっちで持ってる板で一番短い板がこのボードなので。あ、いい、じゃあ長い板練習で、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。なおちゃん、おはようございます。おはようございます。結構岩出ましたね、前。なんかわざとあそこら辺砂隠れててね、ガリガリになったね。ガリガリになった。いいじゃないですか、こういう時こそロッキーレフトが。今日はもう基本レフトをメインで、はい、あのフロントを封印してください、なるべく。レフトを狙って、レフトの今まで言ってきたことを意識してちょっとサーフィンしてみて。はい、うん、波はすごいファンだから、いつも一緒に入ってた時より全然激しくないから。そうです、うん、攻めるけど意識を忘れずに頑張ってやってみて。はい、いいっすか？繰り返し。お願いします。いきます。ロッキーレフトはかなり今この手前の岩ががっつり出てるのが分かると思うんですけど、これが出ちゃうとかなり奥から回ってゲットしないと、かなり手前こう岩がわーってあるんで、ここを回避してみんな沖に向かっていきます。ヤブちゃん、入水します。はい、今日の波はセットで頭ぐらいですね。もうこれ波上だと多分70点80点の波ですね。人は結構いるんですけど、もう面も超クリーンで、でもこれ見てください、手前の人めっちゃ浅いの分かるっすね。かなり浅いんですけど、沖はもうやっぱりこうすごいいい波がどんどんラインナップしてて、今日は
っぱ平日なんですけどやっぱり混んでますね。もうこうすんごいいい波っすね。日本じゃありえないぐらいいい波が割れてるんで、今日みんなどんなライディングするのか楽しみです。この沖に出るのをミスると板のボードの裏に穴が開いちゃうっていう、これタイミング逃すとずっと行けなかったりするんですよ。こんな浅いんで行け、そこをやって回避できると大丈夫ですね。陸にだいたい 30人はいますね。かなり混んでる時は 5、60 人とかいるんで、まだ全然乗れるスペースはあるんですけど、これで波がスローになっちゃうとかなり激戦になります。いい波です、今日は超ロングライドできるですね、この子とか。おー、この子はエアリバー女の子で、しちゃう子で、今イケイケのアメリカの女の子です。
ロッキー混んできました。風もちょっと入ってきましたね。でも全然波は全然いい波です。まだお疲れ様です。どうすか久々のロッキーは。今回2回目でした。2回目か、はい、結構いい波だった。手前もあったね。はい、まあ、風は乗れたかな。あ、まあいいんだよ。もうちょっと奥で。そうだね、奥行ってもよかったから。そんなメンツ濃くないから。なんかすごい奥見えて、あ、カレントがすごいあるから。いや、まあ多いけどいつもよりは多くないって感じ。そうですか、うん、どういた。ちょっと長い。あ、まあ長い。こういう波にはもうちょっとサイズあった方がいいかなと思うんですけど。でもテイクオフやっぱ板長い方がさ安定するっしょ。そうです、まあ、フィンも悪くないと思うし。ああ、そうだよ。なんかアルメリックよりパキッてはまるかもしれない。ああ、レールワークしやすいかもね。レール切らないでターンしやすいかも。コンボにできるといいね、次のセッションぐらいまでに、はい、一発単発が多いから。もう次もっと奥で乗りたい。そうだよね。まあ、次は奥で、はい、お願いします。お願いします。上がってきました。はい、というわけで今回はコーチング編をロッキーでやってきました。ジョー君結構バックサイド良くなってかなりシャープでいいコンボになったりしてて、ナナオちゃんも前より格段に波に乗る本数増えたり、あのすごい意識してサーフィンしてくれてたんで良かったです。ひなこちゃんはさっきあの上がってきてくれていろいろ話し合いできたんですけど、2人はまだちょっと粘って入ってるんで、とりあえずこれで一旦終わりにしたいと思います。まあ、コーチング編も僕のサーフィン編もちょこちょこ上げていくのでぜひチェックしてください。ありがとうございました。お疲れ様でした。ジョー君です。どうでしたか。なんか最初結構いい波でね、結構決めてたんじゃない。久々にあんなバックサイド決めてんの見たかも。マジっすか。うん、まあ、エアーもフロント決めてたし、バックサイドちょっと良くなったんじゃない。なんかはまんない時もあるけど、うん、普通にできる時もあるって感じです、うん、もうちょっと確率上げていきたいね、はい、もうちょいメイク率どんどん上げていきたいよね。そうです。後半なんかやっぱだれ集中力っていうかだれてくるとさ、はい、決めれなくなってくるじゃん。そうです。あそこでもう常に連発して決めれるとそうですいいんじゃない。でも結構目立ってたと思うよ。あ、マジですか。うん、なんかありますか。わ、なんかですか。見てる皆さんに、まあ、今回も見てください。じゃあもう喋りはまだまだっていうことで、はい、ありがとうございました。